宗教というのはあの世とこの世を結んでくれるパイプです。本来は言語化できないはずなんですよ。あの世の世界のことをこの世のこの不完全な言葉でどうやって表現するんだと。けれどしないわけにもいけないから、まあ分かりやすくこうかなという感じのものが、これは仏教に限らずキリスト教でもイスラム教でも経典と呼ばれているものですよね。最後の最後はやっぱ口伝になっていくと思いますよ、どこの宗教でも。日本をかっこよく、むすび大学ナビゲーターの川島雅樹です。本日も夢ラジオさんをゲストにお招きして、今日はですねちょっと仏教について深掘りしてお話をしていきたいなと思っております。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ちなみに夢ラジオ先生はまあ YouTuber であり、はい、英語講師、うんなんですけども、はい、なんで仏教なんだと。そうですよね、はい。まず仏教っていうのは、はい、今から2500年ぐらい前に、はい、あのインドでゴータマ・シッダールタ、はい、お釈迦様ですよね。うん、このお釈迦様があの苦行の果てに到達された教えとなっております、はい。で、この仏教っていうのは一番大事なところは、この世は移りゆくものだから、うん、儚いから、どんなに幸福を求めてもその幸福は壊れると。うん、愛も嘘っぱちだと、うん、栄光もすぐに崩れ去ると。だからその影響を受けた行く川の流れは絶えずしてとか、日本の古典でもね、はい、あるいは祇園精舎の鐘の声とか、はい、あの辺はやっぱりその仏教のエッセンスを日本の古典の中で、うん、まあ美しく歌っている部分かなと思います、うんうん。お釈迦様の仏教、大人になった仏教が二通りの伝わり方をして、はい、一つはあのチベットと、そして中国で日本と来るこの北伝仏教、これを大乗仏教と申します、はい。うん、でもう一つはあのこう東南アジアの方にこう広がっていったあの南伝仏教、これを小乗仏教というふうに言いますね、うんうん。だから大まかに仏教の流れっていうのはそんなになってると思います。はい、はい、今日本でいうとその仏教というともうほとんどが葬式仏教といいますか、そうですね、お墓、そして、まあ、火葬場で、こう、お骨になったのをお墓に入れて、お念仏を唱えてっていうだけになってしまってるようなところがあるんですが、本当は、亡くなってからのためにあるのも、ものでも、その、要は生きてる時と、その亡くなった後をこう、つなぐような役割をしてるのかなと思うんですけども、だからその生きてる時とその亡くなられたその状態をつなぐお方こそ僧であるはずなんです。うんうん、亡くなられた時にお経を唱えるのも、まあ仏教的に言いますと、まあ日本に伝わってきたのが密教なわけですから、はい、まあ、北伝ですよね。亡くなられた魂が変な世界に行かないように、こっちへ行ってくださいというふうに、その魂を教えるためのものが、お線香のあの匂いであったり、はい、あるいはあの、お坊さんの唱えるお経であったりするわけですね。うん、ですから、実は、あの、お葬式の時のお経というのは本当にちゃんとやるんだったら、その、亡くなられた方のことを、そのお経をあげる僧が非常によく知って、はい、こういう人物であったと、うん。で、その人物の魂と呼んでおきましょうか。はい、その、魂に合わせる形で経を読むっていうのが、そして、こっちの世界に行ってもらうと、はい。こっちの世界に行っちゃいけないと。うんうんうん、いうのが、まあ、あの、筋は筋なんですよね。はい。ところが、もう全く関係なく、もう、どんなお方か関係なしに、もう決まったお経が、あの、読んでる人も意味わかってるのかな、という感じで、読まれているのが日本のお葬式じゃないでしょうか。うん、ほとんど意味がないと思います。うん。辛辣ですね。うん。いや、でも、そんな中で、はい、まあ、もともと、その、お釈迦様の教えから、まあ仏教というものができて、まあできてって言いましたけども、実際その教えとしてまとめられたのは、もうだいぶ経ってからですよね。そうですね。あの、ね、いろんな仏典の結集というのがありまして、はい、うん、お釈迦さんそのような本をお書きになったわけでもないし、はい、弟子たちの中でも、まあ、主に口伝で聞いたわけですよね。うん、けど、これだとまずいっていうことで、その弟子たちの意見をこう集約してお釈迦様の意見はこうだ、みたいなのが、結集、仏典結集って何回か行われたんですけど、はい、うん、それでまあ、お釈迦様の言葉が残っているっていう、そういうことですね。うん、はい。まあ、その中で龍樹が現れたり、はい、まあ、その時代時代にね、その、まあ、瞑想と呼ばれるような、ちょっともう一回こう仏教を復興させるみたいな方々がね、何人かこう現れてっていう中で、はい、この、
大乗仏教が担ってきた役割と、その小乗仏教が担ってきた役割っていうのは、それぞれどういうふうにお考えですか？大乗仏教っていうのは大きな乗り物っていうところから、みんなで一緒に最終地点に行こうと。うん、それは下脱と呼んでもいいし、まあ下脱と呼んでおきましょうか。うん、で、小乗仏教はまず自分が完成させて、小さな乗り物で行こうという、この、考え方ですよね、うん。で、長らく、これ日本だけじゃないんですが、はい、中国においてもその大乗の方が偉くて、うん、はい、大乗の方が愛で、うん、小乗は自分の下脱しか考えていない、身勝手な奴らなんだみたいな、この雰囲気がね、ずっとあったんですが、はい、私は個人的にはね、それは全然間違いで、うん、この自分のまず完成を目指すと、うん、人のことなんかちょっととりあえず構ってられないっていう、これは十分あっていいと私は思っております。うん、そうですよね。うん、何事においてもでもこの二つの方向性ってあるじゃないですか。はい、そうです。ね、なんか人の例えば面倒を見るにしても自分の生活のままならない。その通りですよ、ね、うん。自分きっちりしてこそ、うん、まあ助けられることもできてきますよね。うん、だからその教えにするっていう難しさなのかなと思いますよね。やっぱりそれをこう言語化したりマニュアル化して伝えたときに、本来おそらくそのお釈迦様が弟子に説いてた段階では、もうそれこそもうその弟子の特徴とかその状況によって教えって変わるじゃないですか。変わりますね。ね。それは論語とか読んでてもそうですけど、でもそれこうも言ってたし、ああも言ってたしっていうのは正反対な言葉だけ取ると、え、これ逆のこと言ってないみたいになってしまうと、どうしても分かりにくいからっていうので、分かりやすい形にされた結果、大乗仏教と小乗仏教がなんか仲悪くくなるみたいな。そうですね。ね。一つ、ね、視聴者さんと共有しておきたいんですけど、はいはい、その宗教というのは、あの世とこの世を結んでくれるパイプです。うん、で、さっきお話した僧というお方も、死んだ魂とこの世とをこう、うまく架け橋してくれる、そのお方々と思うべきなんです、本当はね。うんうん、ですから、本来は言語化できないはずなんですよ。あの世の世界のことをこの世のこの不完全な言葉でどうやって表現するんだと。けれど、しないわけにもいけないから、まあ、わかりやすくこうかなという感じのものが、これは仏教に限らず、キリスト教でもイスラム教でも経典と呼ばれているものですよね。ですから、最後の最後はやっぱ口伝になっていくと思いますよ。どこの宗教でも。その中で、やっぱり仏教においては、まあ、下脱と言ったり、まあ、悟りを開くって言ったりしますけども、うん、これもまた言語化しにくい世界じゃないですか。その通りですよ。うんうん、でも、そこに迫るために、いろんな形で、まあ、日本にも仏教が入ってきて、うん、で、まあ、修行されてた方、瞑想、構想がたくさんこう生まれてきたわけですよね。でも、その中で、まあ、正直、例えばね、日蓮から日蓮系の今、新興宗教がいっぱいできてたりとか、親鸞系とかもいっぱいありますけども、でもなんか、これ元々の教えと全然違うんじゃないのみたいな風に、その中でちょっと変換されてる部分とかも大いにあったりするなと、個人的には思うんですけれども、はい、その中で、どういう教えとして、この仏教というものと日本人は付き合っていくべきだっていう風に、お考えですか？やっぱりその宗教の役割は何かいうことになると思うんですけど、はい、宗教の役割っていうのはさっきお話したように、あの世とこの世とをつないでくれるもの、これですよね。うんうん、ってことは、あの世に行かないと見えないものもあるってことなんですよ。はいはい、だからそれは、この世の、理性、あるいは我々のその知性では到達できないんだけど、うん、けれど、これが言えるから、君ら実践しなさいと。とりあえず、盲目的にやってくださいと。あ、だから、10回がありますと、ね、今しめが10個ありますと、これは守りなさい、うん。どうして守らなきゃいけないんですか？それなんでですか？どうして嘘ついちゃいけないんですかとか、どうして余計な言葉言っちゃいけないんですかとか、いろいろありますね、仏教でも。はい、まあいいから、これはあの世からのメッセージなんだから、つべこべ言わずにやんなさいと、うん。そのうちに見えてくるものもあるよっていう、この感じだと思いますよ。うん、ですから日本人にとっての仏教っていうのは、ひとえに生き方の根本を作ってくれる、なぜかというと神道が土台で留まってるので、うん、そこにこう、コンストラクトする部分っていうのはどうしても仏教は担わざるを得ず、はいはい、うんうん、で、仏教はそれを担える宗教だと私は思いますので、うん、そこの部分ですね。つまり、どう生きていけばいいのか、うん、何をしたらいけないのかを教えてくれるものっていうふうに、まずは捉えたらいいんじゃないでしょうか。うん、日本人にとっての仏教は。うん、はい、はい。ものすごくね、こうシンプルに捉えると、やっぱり、うん、
こう内面に対するその清浄仏教的な教えと、外にアプローチするその大乗仏教的なものでいうと、こう自分の自己をこう収容していく。だから例えばお寺でお掃除をしたりとか、なんかね、まあ道元の教えだったらこう天祖って言ってね、こう料理をしたりとかする一つ一つのものが修行であって、そこにこう自我を挟まず、ただただ無心でそれに臨みなさいっていうその自己収容の面と、あとは他者救済ですよね。うんうんうん、その利他に励みなさいっていう、この、まあ、ものすごくシンプルなものなのかなと思うんですけど。うんうん、そうですよね。だから、仏教とか宗教っていうと、なんかこう、囲い込まれた、あの、結界の中のものって思っちゃうかもしれないけど、さっき川島さんおっしゃられたように、はい、仏教に形はなくて、宗教に形はなくて、はい、お料理だって、スポーツだってひょっとしたら、自分を、こう、高めるための、まあ、戒律に基づいて生き、そして他のためにっていうのの実践でもしあり得るならば、うん、はい、仏教っぽく見えなくても、なりますね、修行人って言いましょうか。そうですね、はい、うん。形じゃないと思いますよ。道元のね、だって天祖教訓なんかは、うん、天祖っていうのはこう、お坊さんがこう召し上がる、こうね、うん、料理をこう、準備して、下準備してっていうところの、その作業の中にも悟りがあるんだっていうことを書いてる本ですけども、あれすごくね、今にも通じる、なんか主婦の方とか読んでいただきたいようなね、内容ですけども、でもやっぱりそういう日常に根ざした、ね、宗教っていうのをこうね、全然怪しいもんじゃないんだよと。むしろそれって当たり前のこととして、日本人が親から子へ、もしくはその教える立場にある人が伝えていかないといけないものなので、やっぱりその仏教のじゃあ本質って何なのかみたいなところをすごく理解する必要があると思うんですね。そうですね。その中で分かりにくいのは、やっぱりその密教的なもので語られる、下脱とか悟りとか、それって何なのみたいな風に思われると思うんですけど、はい、下脱とか悟りっていうのは何なのかっていうのは、ちょっとさっきお話したように言語化しにくいっていう、それはちょっとありますよね。ただし、まあ、仏教のそれなりに教えの体系みたいなものもありますので、それにまあ、乗っ取ってお話はすると、この欲の世界ですよね。欲の世界、これは形を持ち、まあ、こういう形を持ち、で、目に見えたり耳で聞こえたりして、で、その形を持つ限り、崩れるじゃないですか、はいはい。だから、まあ、形を持たないイメージの世界に行こうとか、あるいはイメージもない音と光の世界に行こうとか、もう音も光もない、何にもないけど、ただ広がってるそういう世界に行こうとか、こういうものが、まあ、仏教における海底っていうふうに言われますよね。はいはい、ですから、下脱って一言で言っても、どこの段階での下脱なのか、ある意味ではね、この欲界にも素晴らしい世界の展開みたいなのは、あって、仏教的には、はい。そこ行くのも一種下脱といえば下脱だと思いますよ。はい、ただ、いつか落ちる、うんうんうん。形を持ち、欲を持っているからにはね。はい、うん。そういうものだでしょうね。うんうんうん。で、ここでぜひお話ししておきたいのは、宗教というのは、これは別に仏教でもキリスト教でも何教でもいいのですが、これはね、それを信じるものと教えとの間の相互作用とか交流なんですよ。ああ、はい。そこには必ず相互作用が起きてるんです。はい。これはもちろん我々の人生全部そうですから、今こうやって川島さんとこう喋っててもこれは相互作用だし、はい、よく言うのはまあ、どんな人と付き合うのか慎重にしなさいよみたいなことを言いますよね。うん、あれは宗教に対しても同様で、はい、どういう宗教を選ぶのか、それは自分とその宗教との間のインタラクションでその影響をもろに受けてしまうし、自分もそちらの方に影響を与えることもあるかもしれません。ですから実はよく勉強して、よく慎重に決断してっていうものが望ましいですね、本当は。だからちょっと、良さげな人が言ってたから、プッと入ろうみたいな、本当はそういうべきものではなくて、じっくりと、学んで、考えて、そしてこれは上から見ても、下から見ても、右から見ても、左から見ても、これは大丈夫そうだという時に、小さく少しずつ始めるって、まあ、いつものやり方ですよね。あれだと思いますよ。まあ、そういう意味でも、やっぱり師弟関係というか、誰から教わるかっていうことですよね。そうですよね。で、その教えだけが、いわば悟りを開く、下脱するとかいうのは、まあ当然ね、今段階があるっていうおっしゃいましたけど、普通の人がなかなか到達し得ないようなその精神的境地に行くと、それなりのこう発言力とか、ね、他者への影響力みたいなものも伴うわけじゃないですか。でも、その時に、ちょっとこう超人への憧れというか、みたいなものがあると、それがこう高揚感に変わり、
いつの間にかその悟りを目指してたはずが踏み外すみたいなことは、うん、あり得るでしょうね。あり得るのかなと、うんうん、まあ、そういう意味で、まあ、分かりやすい例で言うと、あのね、オウム真理教の事件とかありましたけど、うん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 、あれももともとはチベット密教のね、そうですね、虹の、まあ虹の海底っていう、まあ、中澤さんの。そのね、うん、そうそう。本を、まあ、テキストにしたりだとか、うん、まあ、そのニルバーナに至る、そのプロセス、うん、そういったものが書かれた本っていうのを、こうね、いわば教科書にしてやってたわけですけど、うんうん、ね、だんだんもう、じゃあ、いかに一発でそれの悟りの境地に行くかみたいなことを、こう、人工的にやり始めて、LSD 使ってみたりとか、そうですね。ね、光と音と、ね、うん、それによってこう、洗脳して、みたいな風にまで、うんうん、狂ってしまったと、うんうん。初期の頃はでもその教えに本当に惹かれて、もう東大京大だったり、すごい高学歴のね、方々が入信したわけじゃないですか。その、なんかね、求心力はどっから来たのかみたいなところは。やっぱりさっきも話したように、あの、うん、じっくり見て、そして自分で考えて、それで、あ、これなら間違いなさそうだと。うん、この先生だったらまあ自分の見聞きした範囲では大丈夫そうだからちょっとずつやってみよう。これですよね、うん、ちょっとずつ。で自分で確かめながらと。それでここでもう一つ強調しておきたいのは日本の仏教需要ですよね、はい、うん、これがねどうしても家事祈祷とか、はいはい、願掛けとか、はいはい、こちらに非常に歪んだ形で、あの、実行されてきたっていう、その、あの、そのことがあるんですよ。はいはい、さっきお話ししたように、宗教を信じるってことは、あの、ギブアンドテイクなわけですね。相互作用なわけですよ。はいはい、だから、あの、願掛け、つまり、病気を治してほしいとか、うんうん、あるいは豊かになりたいとか、で、これで、まあまあ、わかりますけど、チャリンってやって、はいはい、パンパン叩いてやるわけじゃないですか。はいはい、あの、で、これは、確かにあの、その、宗教の一つの側面かもしれないけど、うん、宗教ってそういうものではないと思うんですよ。うんうんうん、その、この世の、この世の願望成就のための。現世利益的な。そうそう、現世利益の、これはあくまで後で、なんとなくついてくるだけのもので、うん、本来は生き方の、根本を、教えてくれるとか、うん、やっちゃいけないことと、やっていいことの間の、境を明確にしてくれるというのが宗教の本当の、あの、ファンクションというか、機能なわけですから、はい、うんうん、だから、それがね、もうこれはもうちょっと申し訳ないんだけど、空海とか最澄あたりからですね、はい、もうその仏教とは、あるいは密教とは願望成就なりと、うん、はいはい、ね、あるいは密教とは超能力であると、うん、これが非常にあの日本の仏教を歪めたと私は見ておりますよ。あ、空海と最澄最終的に仲違いしたじゃないですか、うん、はい、でもやっぱりね、弘法大師空海の方がどちらかというとこう霊力強かったというか、もう実際現世における功績がこうすごすぎるじゃないですか、うんうんうん、ね、日本中どんだけ旅して寺を建てて、うん、その背景で、え、じゃあこのお寺を建てるお金誰が出してたのとか、うんうん、いろんなものを感じるんですけど、うん、でもやっぱりその宗教がパワー権力となっていったっていう、はい、まあ一つのね、あのきっかけを作ってしまったっていうのはあるのかなと思いますけど、仲良くできてたらよかったですよね、空海と最澄。家事祈祷って、ね、いわゆる病気治しとか、うん、まあもっと言うと呪いにも使われるわけですよね。そうそう、そう、呪術。うん。うん、だから、まあそれが鎮護国家っていうと聞こえはいいんですけど、うんうんうん、まあそういうものとすごく密接に結びついたっていうのは、まあ今も昔もちょっとあると思うんですよ。はい、で、最近の流れとして、すごく感じるのはこう、日本における巨大宗教ですよね。はい、まあ、戦後いっぱいこうできた多くの宗教が創価学会、統一教会、幸福の科学はじめ、うんうんうん、まあ、教祖さんが亡くなられたっていうのも一つのきっかけではあるんですけど、うんうん、軒並みちょっとこう、体制が崩れつつあるというか、っていう中で、日本におけるこの宗教の役割っていうのも、すごく変わっていくと思うんですよね。で、今後あんな巨大宗教出てこないんじゃないかとは思うんですよ。でも、これからのこう日本で宗教というものがどういうふうにこう形を変えていくというふうに思われますか？うん、だから結局、宗教だって、これ人が信じ、うん、そしていい教えだったら人に伝えたいじゃないですか。はい。だから要するにそれはグループを作ったり、団体を作ったり、大きくなったりしますよね。組織を作ったり。はい、要するに、宗教というのは非常に社会的な現象なんです。はいはい。宗教は社会的なものでもあります。うん、で、今その社会のシステム論の話です。実は川島さんの今のご質問ね。はい。結局、大教団みたいな、うんうんうん。これ近代なんですよ。はい、これって、はい。モダニティなんです。うん、あの、組織を作って、てっぺんに誰かいて、はいはい。で、それ近代の社会システム論っていうのはその通りだったんですよ。はい。うん、
ですが、もう今2024年21世紀にも入りましてですね、うん、その近代ちょっとっていう時代にも入っちゃってる、うん、要するにポストモダンの時代入ってきてるわけですよ。はい、そうするとポストモダンの時代って、まあどんな時代かというと、でかい中心を作らない、うんうん。そもそもできない。できないし作らない。作ろうとしない。その代わりに小さな中心があちこちにあって、うん、しかもそれは、明確に定義はできず、うん、集合離散を繰り返しながら、くっついては離れたり、くっついては離れたりしながら、ある時にはこれがいいからこの感じで登場しました。ポンと。だけどその同じメンバーがずっといるかというとまた違くて、次の段階に行ったらまた次の団体でポンと。こういうのがまあ、ポストモダンの社会システム論かなと私は見てるんです。うん、だから、宗教も優れて社会的な現象であるからには、はい、その宗教も、さっき川島さんおっしゃったその大教団でトップがいてカリスマみたいな、うん、で、その人がわーっとなんか言ってみんながははーみたいな、こうではなくて、はいはい、多分これからの宗教っていうのはもっと緩やかで、はい、特定のすごい教祖がいる、いない代わりに、うん、割とこうみんなが自由に発言でき、はい、教義についても、その、こう語り合えて、うん、タブーをできるだけ作らずっていう、はい、こういうものになっていくだろうし、うん、今、規制の、新興宗教も含めてね、規制の大きな教団はこれができてないんですよ。はい、タブー作りまくって、うん、自由な発言ができず、はい、ね、うん。で、結局、やめざるを得ないと言いましょうか。そうですね。ヒエラルキーがすごいできていて、全体主義じゃないですか、それって。宗教が全体主義やってどうするんですか、うん、なんかね、教団の維持がもう目的化していってしまいますよね。そうそうそう。インドの聖者でね、クリシュナムルティっていう方がいらっしゃいますけど、はい、あの方は星の教団っていうもう10万人以上ぐらいかな、うん、影響力持った宗教指導者だったんですけど、もうこの団体においては本当の宗教心っていうのは伝えられないって言ってね、星の団、その、ね、解散宣言って言ってね、うん、されましたけど。いや、賢いやり方は思いますよ。ですよね。うん、ですから、うん、別にどこっていうわけじゃないけど、行き詰まってるね、うん、教団の方々、ね、今日このお話お聞きになったなら、うん、もう一回ガラガラポンって一つのやり方ですよ、本当に。うん、そこから本当の第一歩始まりますから、うん、今までのそのね、しがみついてても、その何十年、まあ多分せいぜい100年ぐらいだと思いますけど、しがみついててももう時代に合わなくなってる部分がいっぱい出てきて、それをなんとか延命させよう、うん、延命させようとしてる、そういう宗教団体ばっかりなんです、はっきり申しますが、うん、新興宗教含めね、はい。ですから、その意味においては、そう、さっき川島さんおっしゃったように、教祖亡くなられるっていう、そういうことがちょっと最近続いておりますから、うん、一つ、その、教団の方々、何教であれね、うん、ご自分の立ち位置とか、あるいはその組織の、組織論とか、それ考えるいい機会かなとは思いますよ。うん、はい。ということで、今ね、本当宗教界激震が走ってますけども、うん、まあ、これからの日本について、最初仏教の話からだったんですけども、はい、広げてお話をさせていただきました。うん、日本をかっこよく結び大学でした。表向きにちょっと YouTube ではね、うん、言いにくいストレートなメッセージとかもね、うん、あると思うんですけども、はい、無宗教ですっていうのがなんかちょっと褒め言葉みたいになっちゃって、はいはいはい、なんかそれがなんかいいことみたいな、うん、で無宗教っていうと海外だとちょっとやばいですよっていう、そうそう、ほんまそうなんですよ、結局自分たちの一つ一つの細かな日常生活の中に反映されてこその宗教じゃないですか、はいはい、それは言葉であったり、うん、体であったり思いであったり、そうじゃないところでなんかいい話聞いて、で日常と切り離されてますっていうのは、うん、もうナンセンスと思いますよ。